皆さんこんにちはジャズギタリストの高面信樹ですいつも YouTube の動画をご覧いただきどうもありがとうございます前回はジャズが劇的に上達するために皆なさんに絶対やっていただきたいことというのを紹介したんですけども今回はですね僕がこれまでに20年間以上 ジャズを続けてきてジャズ上達の妨げになっていたポイントを紹介したいと思いますちなみにこのポイントというのは音楽表現の幅を狭めるポイント思い込みっていうところにもつながってくると思うのでジャズ以外でもですね、えー、ギター音楽で伸び悩みしている方にもちろんこれからジャズを始める方特にギターを経験されていてアドリブをやりたいのでジャズを始めたいという方に是非とも見ていただきたい内容になっています 動画の最初の方では僕が思い込んでいた3つのポイントちなみにですね僕はこれまでたくさんのギターの方といろいろとですねレッスンをしたり交流をしてきたんですけどもやはり、えー、僕だけでなく、えー、ジャズを始めるジャズを弾いている方の中にはこういった思い込みをされている方も多いと思いますのでこの3つについて紹介していきたいと思いますそして、えー、動画の最後ではこういった思い込みを避けるために要するにですね今 えー、例えば僕がジャズを始めた20年前と比べて、えー、YouTube の動画でもいろんな情報を手に入れることができますしジャズ関連の書籍も、えー、かなり充実していますそういったですね貴重な情報源をさらに生かすためそしてですね時ととととしししてて間違った情報を流いいいるというこもも実は、えー、なきにしもあらずだと思いますそういった時にですね自分がどういうふうに考えていくといいかというポイントも3つ 紹介したいと思いますので皆さん最後までゆっくりとご覧くださいでは早速いってみたいと思いますまずですねジャズを始めるアドリブを始める時にですねぜひとも皆さんに覚えておいていただきたい考えておいていただきたいということはですねアドリブをしなくてはいけないという思い込みをなくしてください こういうふういに言うとですねあれジャズっていうのは即興演奏の音楽なのでアドリブないと意味ないんじゃないかというふうにおっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけども実はですね例えばマイルス・デイビスの録音なんかを聞いてみるとですねその発売された当時はやはりそのテイク1だけが、えー、こう一番最初のあいいベストテイクだけが選ばれてアルバムとして、えー、リリースされたんですけども CD が発売になった時に、えー、すでにレコードを持っている人に、えー、さらにこう CD を買ってもらうためにということでテイク1テイク2テイク3というですね 未発表トラックもいろいろと発表されてましたでそういったトラックを聞いてみるとですね意外とみんなこう似たようなソロとか同じようなフレーズを何回も吹いたりしてるんですよねだけどこうジャズをやるとなったらもう完全に即興演奏で最初から全て作り込まないといけないというふうな感じで思い込みを持っている方もいらっしゃると思いますですのでまずはですねアドリブをしなくてはいけないんではなくていい音楽を演奏しないといけない こういう,ふうに思ってください、まあ、いい音楽を演奏しないといけないではなくていい音楽を演奏するということが一番の目的だということを念頭に置いておいてくださいですのでそのいい音楽を演奏するために毎回新しいアイデアもしかしたら今まで自分がいいなと思っていたアイデアをさらに発展させたようなすでにこれまでにやってきたアイデアから作り上げていくということもありますしあこれいいなちょっとやってみようっていうひらめきでやることもあると思いますいずれにせよ即興演奏をするというところに重きを置くのではなくて いい音楽を演奏するという視点で、えー、皆さんジャズに取り組んでみてくださいでそこでですね、えー、かなり重要になってくるポイントがまずですね絶対に曲をしっかりと覚えてくださいそして演奏するときは周りの音をしっかりと聞くということを心がけてくださいどうしてもですねアドリブ、えー、しようと思うとですね例えば 彼ハでアドリブをする時とかになんかこうよしじゃあ、えー、行動進行を考えながら、えー、スケールを考えながら <laughs> こんな感じで スケールとかコードとかをね、埋めて、コードとか、すみません、ためごになってしまいました。コードとかを埋めて、えー、フレージングを作っていくというような感じで、どうしてもこう、アドリブしなきゃ、アドリブしなきゃという強制概念、強、えー、迫概念,概念から、概念から、えー、周りの音を聞くことができないということもあるので、とにかくですね、曲をしっかりと覚えて、もう下手したらコード進行とかも、えー、ざっくりと覚えてる程度でも100、100%覚えてなくても、とにかく曲のメロディーを覚えてください。 でその曲のメロディーを覚えてしっかりと周りの音を聞きながら「チャッチャッチャッチャタッタツタタ で周りの演奏をしっかりと聞きながらその曲のメロディーを大事にしながらその曲のメロディーのバリエーションを作っていくというようなイメージでアドリブをしてみることをおすすめします。ですのでとにかくアドリブしなきゃアドリブをするためにはいろんな曲のコード進行の同じようなコード進行のフレーズを覚えなきゃというところからまず始めるのではなくて。 しっかりと曲を覚えてその中から自然に出てくる音を弾くというような気軽なスタンスでまずはアドリブをしてみることをおすすめしますでは続いて2つ目のポイントなんですけどもこれはですねよく僕の先輩とかセッションに行った方にいろいろと教わったことで、まあ、僕自身その周りから聞いた貴重なアドバイスをですね鵜呑みにしてしまって。 えちょっと自分で考えることをしなかったというまあ盲目的に信じていたということもあるんですけどもジャズを演奏するとすいませんジャズを演奏する時にはとにかく2と4を強調するというか2と4にメトロノームを鳴らすというような感じで2と4を意識するという,こうイメージをですねえ持たれている方って多いと思いますですがえやはりこうジャズのスイングえいろんなビートとかを考えてみる時にすごく僕が。 すごい大好きなバンドがあるんですけどもそのバンドがやはりアーートブレーキジージャャズズメッセンジャーズそしてカウントベーシービッグバンドなんですけども彼らの演奏を聞いていると決してこんなな感じでで演奏してないですよね特にカウントベーシービッグバンドのフレディ・グリーンというギタリストの演奏を聞いてみるとむしろ。 12341234というしっかりとしたビートがあってその中で多少例えば24のところに音が集まっている、えー、なのでちょっとアクセントに聞こえるっていうこともあると思いますですが演奏する時のスタンスとして例えば。 やってるとなんかガキ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 ,ガキってこうリズムが複雑骨折したような感じに聞こえると思います。ですので、えー、聞かないといけないのはそういった任音をしっかりしろとかそういった、まあ、人のアドバイスっていうのも貴重なんですけどもそこではなくてしっかりと自分が好きなジャズのバンド、まあ、ジャズだなければ、えー、自分が好きなバンドを聞いてみてその演奏、えー、その録音を聞きながら 一緒に演奏してみるもし一緒に演奏できる例えばコード進行が難しかったりメロディーが難しかったりしたら例えばもう本当にこうみんなが弾いてるそのバンドメンバーが弾いてる音に合わせて自分でこうタイムをきあの刻んでみる今ちょっと弦をミュートした状態でやってるんですけどもこういった感じでしっかりとリズムを聞いてみると24で強調されているっていうのはこれなんか本当に都市伝説のような感じなんですけどもあまりねジャズの演奏ではないんじゃないかなと思います。 あと、メトロノームを24に鳴らしながら練習するという方法なんですけども、これは僕は、えー、個人的にはおすすめしてます。ただですね、24にメトロノームを鳴らしてるのは、ハイハットが鳴ってる、ドラムのハイハットですね、パシャパシャっていう、えーえー、はやあの左側にある、スネアの左側にある、えー、こうシンバル系なんですけども、それがパスパスパス,パスって鳴ってるような感じ。そういったイメージでメトロノームを24に鳴らすというのは効果的なので、24で鳴らしていてもしっかりと1と3をしっかりキープする。 い怒ると1234をしっかりキープするというところを心がけて練習してみてくださいでは、えー、3つ目なんですけども3つ目は、えー、ジャズのフレージング、えー、耳コピとかそういったところについてなんですがフレーズをたくさん覚えないといけないという思い込みはなくしてください一、えー、つ有名な話なんですけども、えー、ジム・ホール、えー、素晴らしいギタリストのジム・ホールが生涯で耳コピをしたことがある ソロというのがチャーリー・クリスチャンのある曲の、えー、ギターソロは、えー、本当にですね聞きながら、えー、アンプしていて弾けるぐらいまで耳コピしていたという話は、えー、聞いたことがありますただそれ以外は、えー、耳コピをしたことがないというふうに、えー、聞きましたこれは本当かどうかちょっとわからないんですけどもまあ逸話としてはですねやはり別にこうジャズを演奏するからといってフレーズを覚えないといけない、えー、逆に言うとですね全然使い道がわからない フレーズとかを覚えてそれをアドリブの中に出そうっていう意識をするとですねあの自分の出したい音を出すという作業よりもえ例えば英会話集で覚えたその、えー、例文をしゃ,べるしゃべろうとするような意識になると思うんですよねですので自分でこのですねフレーズをたくさん知ってないといけないストックし,ないしてないといけないという、えー、思い込みはまずなくしてくださいでは何が大事かというとですね 曲のフレーズは覚えない、曲というかアドリブのフレーズは覚えないにしてもですね、できれば、一番最初にも言ったように曲のメロディーはしっかりと覚えてください。で、この曲のメロディーにですね、やっぱりジャズのフレーズのエッセンスになっているものが入っていたりとか、あとはですね、チャーリー・パーカーのあるフレーズなんかを聞いてみると、例えば、 ハニーサックルローズというような、えーまあ、素晴らしい曲があるんですけどもハニーサックルローズのフレーズをモチーフィニッシュにしたようなフレーズを出てきたりとかフレーズを弾いたりとかそういったこともあるので、えー、フレーズを覚えるっていうのではなくて曲のメロディーを覚えることはすごく大事だと思いますですので曲のメロディーをしっかり覚えるそしてそのメロディーを自分なりに広げていくという意識を持つという方が特にですねこれからアドリブをやる人には、えー、重要な姿勢なんではないかなと思います、えー、先ほども弾いた枯葉なんですけども例えば 多少、えー、メロディーと外れてもなんかこう弾いてる間に何て言ったらいいんだろうな、えー、メロディーとかそういった音楽の、えー、アイデアっていうのは種みたいなものなのでその種をですねしっかり世話していく間にだん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 芽が出てくると思うんですよね。そうすると 感じで自分が今までこうね練習してきたことだったりとか聞いてきたことそういったことがですね自然にふわーっと出てくるようになると思うのでそういった感じでフレーズを覚える意識というよりも自分が今あるものを大切にして覚えたメロディーを大切にしてそこから発展させていく練習ということを意識することを心がけてみてください。では続いてはですね こういった思い込みに陥らないようにそしてですね特に今は YouTube とかオンラインでたくさんの情報を手に入れることができるのでそういった情報との上手い付き合い方そういったことにもつながってくる3つのポイントを紹介したいと思いますそもそもですね今回ここで僕が紹介したアドリブしなきゃそしてリズムは2,4あとは フレーズをたくさん覚えないといけないいいとけそういった思い込みがあったんですけども、えー、ジャズをやっていく中であなんだこういう気持ちじゃなくて全然こう自分が出したい音を出すことに、えー、シフトしていくことで楽に音楽できるじゃんっていうふうに気づいていったんですけどもなかなかですねこういった思い込みというのは、えー、こう一旦覚えてしまうと外すのが難しいんですがその外すのが難しいというかですねまずそういった思い込みを入れないためにも、えー、ここで紹介する3つのポイントというのは重要になってくると思います。 まず初、えー、め一つ目のポイントなんですけどもいろんな人からですね、えー、貴重なアドバイスをもらったりとかあとは YouTube や教則本オンラインの情報などで貴重な情報を見た時には必ず自分で考えるという作業を入れてくださいそもそもですね、えー、先ほども言ったようなアドリブしないといけない24のリズムをしっかりと強く打たないといけないあとは、えー、フレーズをたくさん知っていないといけないといったこういったことはですね その人がその時に僕の演奏を持ったりとか僕の何、えー、て言うんだろうな今のその時のレベルを考えてこういう風にしないといけないっていう貴重に貴重なアドバイスをくださったと思うんですよね。なんですけどもあとはまあ自分がね情報、えー、見たい情報を見ながらその中から学んでいったということもあるんですけども、えー、それをですね、えー その状況に合わせてなぜこういうふうに言ってくださったんだろうとかっていうことを考えないことで盲目的にそこに対してあこういうふうにしなきゃというふうにやっていたのが僕のそもそもの間違いだったと思います特にですねこれから例えばこれからというかですね最近よく見るのが「絶対にこうやってはいけない」とかあとは「これは間違いだ」というようなことをですね YouTube の動画ととかで発信ししていいいるる方もいらっしゃると思いますたくさんよく見るんですけどもそういった方はですねやはりそういった経験の中からこの演奏は絶対ダメだとかこれは間違ってるというふうにおっしゃってると思うんですけども僕がこれまでに経験した中で感じることはですね音楽にこんなことをやっちゃいけないとかこれが正解だということは僕はないと思いますですのでこれが間違いだこれが正解だって聞いたら とにかく疑ってなぜこれが正解なんだなぜこれをやってはいけないんだ逆に言うとこれは正解だけどこれが正解じゃない時っていうのはどういう時なんだろうなあとはこれをやっちゃいけないんだけどこれをやっ,たやったらいい時っていうのは絶対あるはずなのでそういったのはどういう時なんだろうっていうことを考えるそういったことから、えー、そういうふうに間違いだとか、えー、これはあの正解だとかっていうふうにおっしゃってるそういう、えー、YouTuber の、えー、情報もですね 貴重な情報としてあそういうシーンがあったからこういうふうに、えー、おっしゃってたんだなっていうことにも、えー、気付くと思いますですのでとにかく自分で情報を吟味するということをまず心がけてくださいでは2つ目に行ってみたいと思います2つ目はですね常に目的意識を持ってなぜこれをやるのかといった意図をしっかりと意識するということですこのことはですね一番最初に紹介した自分で考えるというところの 大きななり所にもなるので自分がどういった音楽を演奏したいのかなぜこういったことをやっているのか、えー、そういったですね大きな自分の目標を常に意識することでちょっとしたことをパッと見た時にですねあこれは今自分には必要ないなといっ,った特に今の時代はですねパッといろいろと検索するといろんな情報が出てきますし えー、たくさんの YouTuber の方が貴重な情報を、えー、こう公開してシェアしているのでどの情報もやはりすごく、えー、大切だと思いますしすごく貴重なアドバイスだと思いますただ自分が向かっていく先に、えー、その、えー、情報というのは今の自分にとってはすごく大事なことなんだろうかということを、えー、考える、えー、そういった時にですねあ僕はこういう演奏をしたいからこれは今じゃなくてもいいなこ,のここに向かっていくんだからこれは別に今ちょっと目をつぶっといてもいいなそういったところも見えてくると思います そういううい意味でで言ととちょっと逆説的にはなるんですけども僕が今回ここで紹介したアドリブしなきゃというふうに思い込んでいたあとは2 4でリズムを強くしなきゃあとはフレーズをしっかりと覚えなきゃいけないっていうのを,こういうのを、えー、取っ払ってくださいって言ったんですけどもそもそもこれ自体本当に自分にとって重要なのか目的意識を持つということで僕が言っていることすらやはりですねあそれはちょっと違うよというふうに感じる方もいらっしゃると思います。 とにかくですね、自分のその、えー、向かっていく先自分の置かれた状況、えー、自分の実力とか、えー、自分のそういったですね、スキルとかを考えながら例えばアドリブをしないといけない本当にもう100%アドリブをするという局面もあると思いますその時はアドリブをしない方がいいっていうふうに誰かが言ってたっていうのをこうあの思い込みで、えー、こう自分の中でですね、えー、信じてしまうんではなくて自分でアドリブすることも必要ですし、えー、今高めんは2 4強く引かない方がいいって言ってたけど本当に引かない方がいいのかな そういったことを考えてみるでも自分がマニューシのジャズ例えばフレンチのジャズとかだったら例えば、えー、こういったジャズをやるきにはですねよくよく聴いてみると特にジャンゴとか聴いてみるとドラムがいないので誰かがスネアのような感じで任用を強く弾いてないといけないっていう部分があるのでやはり任用は強くなっていると思います。 あとはフレーズはたくさん知っていた方がいい今でも最初はそういうふうに考えないでとにかく曲のメロディーを知ってそこを発展させていく方法を覚えてくださいねっていうふうに僕は伝えたんですけどもやはり ある時点からいろんな例えばハービー・ハンコックとかマッコイ・イタイナーとかチック・コリアとかそういった素晴らしいピアニストたちのフレージングチャーリー・パーカーとかですねマイルス・デイビス彼らのやってきた先人の軌跡をたどっていくことで自分のさらなる発展させていく自分の音楽性っていうのも見えてくると思いますのでとにかく自分がどういう演奏をしたいかあとなぜこれをやっているかやらないのかっていうことを常に意識することを心がけてくださいでは3つ目なんですけどもこれはどちらかというとですねあの こういった、えー、こだわりを、えー、捨てて自由に音楽に向き合っていくというところよりも僕自身が常に心がけているところで特に、えー、これからジャズをやっていく皆さんにもぜひとも心がけていただきたい、えー、ことです、えー、その3つ目というのは常に謙虚で向上心心とと探求心を持ち続けるということですこれはですねちょっとなんかあの、えー、今回僕はあの他の YouTuber の方の話がちょっと 色々出てくるんですけども例えば YouTube とかを見てるとですねこの演奏は間違ってるとかこんなことやってたら絶対にあのなんて言ったらいいだろうえジャズじゃないとか例えば、えー、ビートがなってないとかそういった話をよく聞くんですけどもそれも一つの考え方で僕はいいと思います。 ただしやはり常に向上心を持って探求心を持つとですね自分がそういう拠りどころにしているリズムとかジャズっていうものはこういうものっていうのはそれは先人が作り上げてきたもので自分がイメージする自分が最高にかっこいいと思う音楽を演奏する時というのは得てして他の人がやっていないことをやるという時ですまあ他の人がやらないことをわざとやるっていうスタンスではなくて自分のやりたいことを一生懸命一生懸命追求していくともう自然に 他の人ががやるることととは変わってくると思いますすそれがですね例えばこうやってやらないといけないこれが正解だこれが間違ってる、えー、こういった気持ちで、まあ、情報を発信すること自体がまあ謙虚じゃないと僕は思ったりはするんですけども、えー、そういったその情報ではなくて探究心と好奇心を持ってとにかく謙虚に自分が なぜこういうふうに音楽をやろうと思っているのかいい音楽をやるためにはどうしたらいいのかあこういうやり方もあるんだああいうやり方もやるんだというふうな感じでオープンマインドでいることが僕は情報を発信する側にしてもそうですし、えー、学ぶ側としても受け取る側としてもすごく重要なことなんではないかなと思いますそして、えー、やはりですねその向上心を持ち続ける、えー、探求心を持ち続けるっていうのはですねこう音楽を続けていく旅というのは人生かけてこうやっていく、えー、まあ 趣味だとしても、えー、これからプロとしてやっていく人いろんな、えー、スタンスで音楽をやっていく人はいると思うんですけどもとにかくやはりですねこうギター人生はもう天下一武道会みたいな感じですよね自分がこうよしじゃあ優勝したみたいな優勝っていうか自分の中でこう目標達成したと思ったら次にはまた強い相手が出てくる、えー、そういった中からおお彼すごいな彼女すごいなっていうところで、えー、相手からですね探求心を持っていいところを学んでいくそして自分もさらにどん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 高みに目指していくそしてですねとにかく 謙虚であるこことと他の人に対して悪いいを言わない、えー、そういったポイントをですね、えー、こうしっかりと抑えて音楽をやっていくことで、まあ、例えばその誰かのプレイヤーの悪口を言うとかそういう、えー、ポイントではないにしろ自分が一緒に演奏する仲間に対しても謙虚で、えー、リスペクトを持って接することで自分が今まで気づかなかったようなやり方だったりとか自分が今まで作ってきたことがないような新しい音楽を作っていくことにもつながっていくと思います。 そしてやはり僕はですね、まあ、ニューヨークに来てもう20年以上になるんですけどもこれまでにですね本当に超一流と言われている素晴らしいミニシャンと共演する機会がありましたもちろん日本に行った時にもですね日本の本当に素晴らしいプレイヤーの演奏を間近で聞いたり一緒に演奏することもあるんですけどもそういった素晴らしいプレイヤーに共通することは本当にですねこの3つ目で言っている謙虚な姿勢そして向上心 探求心を持ち続けていいるというですね常に学び続ける姿勢を持っていらっしゃるという方が本当に多いので、えー、そういったことにはすごく学ぶことが多いなと思いますしそういった方はやはりですね他のプレイヤーのことを悪く言ったりとかこんなのはダメだっていうよりもそのだめだなともしかしたら思っているかもしれないんだけどそういうところから新しい価値観を見つけ出していこうというような姿勢を持っている方が僕は多いんじゃないかなと思いますし僕自身もそうでありたいなと思っています。 今回はちょっといつも以上に熱く語ってしまったんですけどもこういったことというのはですね本当に僕は大切なことだと思います特にですね皆さんがこれから自由な発想で自分が演奏したい音を奏でて楽しい音楽をすごくですねあの自分が作りたい音楽を作っていくという上ではすごく必要なことだと思ったのでこのチャンネルをご覧になっている登録者の皆さんにシェアしようと思ってこういった動画を作りました最後に一つすごく面白い話なんですけどもやはり 学ぶというう姿勢の中ではどうしてもここういいいっったたルルーととととか基本といったことはすすごく大事だと思いますもちろんそういったことはですねやはり基本として押さえていくことは大事だと思うんですけどももしかしたら今基本になっていると言われていることすら規制の概念を打ち破ろうと思うところから出てきたことかもしれません要するに先人がですね作っていこう作っていこうこんなのが嫌だっていうふうなところからできたことっていうのが自分たちのこう判断基準になっている。 とということはですねそういったところによりすがるのではなくてそういった人たちがそういう形で作り上げた音楽を自分たちでも作っていこうという姿勢が大事だと思いますしこういったことはですねプロとかアマとか技術がある内にかかわらず誰でもできることだと思います一つ有名な話があるんですけどもチャーリー・パーカーのインタビューがあるんですけどもチャーリー・パーカーがその中で僕はもうジャズを演奏するのが嫌だだからビバップを作ったんだっていうようなですねインタビューで答えていたことがあるんですけどもこの話を聞いた時にあれ 僕らの世代特にジャズをやるならビバップという風にビバップをやらなきゃという風に言われたんですけどでもチャーリー・パーカー自体はジャズが嫌いでビバップを作ったこれすごくちょっと僕の中では衝撃的な話だったんですけどもとにかく大事なのはいい音楽を演奏する自分が尊敬できる仲間といい音楽を作っていくということが大事なんではないかなと思います。 このチャンネルでは、えー、定期的にジャズギターレッスンの動画だったりとか機材の動画あとは僕のライブの映像とかこういった感じで音楽についての話もしていますのでこの動画を見て参考になったなという方はいいねボタンそしてチャンネル登録もよろしくお願いしますあとはですねなかなか、えー、通常の動画では公表していないこととかもですね、えー、YouTube のメンバーシップの動画で公開したりあとは月に1回のライブ配信でもいろいろと紹介していますので興味のある方はメンバーに入るボタンを押して詳細を確認してみてください 最後までご覧いただき、どうもありがとうございました。